山本由伸選手6勝目。メジャー初100球の力投にドジャース打線が大量援護で応え勝利。ドグンファン大喜び。今季ドジャース強すぎるぜ。このチャンネルでも大谷翔平選手と山本由伸投手のことばかり取り上げてしまいますが、今メジャーで日本人投手が熱いです。昨日にはダルビッシュ有投手がサイヤング38歳に次ぐ年齢37歳と277日で7回以上を無失点2安打以下に抑えるという圧巻のピッチングを披露し、自身の MLB キャリアで初めて3先発登板連続で無失点を記録し、37歳以上で3先発登板連続無失点というメジャー史上2人目の快挙、パドレス球団として5イニング以上無失点を4先発連続続けるという初の快挙、また日米通算200勝という日本人3人目の偉業を成し遂げ、現在4勝、防御率 2.08、WHIP 0.90。 また他にも今永翔太投手5勝、防御率 0.84、 WHIP 0.91、 菊池雄星投手2勝、防御率 2.60、 WHIP 1.10と、ここでは投手だけ紹介しましたが、日本人メジャーリーガーが頑張っています。さて話をドジャース山本由伸投手に戻すと、ドジャースは昨日大谷翔平選手のサヨナラタイムリーヒットで勝利し、レッズとの4連戦を3勝1敗で勝ち越し、今日試合前時点で今季32勝17敗としな、リーグ西地区の順位はメジャー全地区で2位とのゲーム差が最も広い7で首位と、今季まだ 30% の試合しか終わっていない段階ですが、早くも地区独走。毎年出だしが悪いドジャースながら、今季4月成績は過去と比較し良い成績を残し、5月も13勝4敗と勝ちまくり、今季勝率はすでに昨シーズン通算より高い状態です。ドジャースの凄さといえばやはり打者陣。現在チーム打率リーグ2位、 OPS メジャー全30球団トップと前評判通りの素晴らしい成績を残しているわけですが、投手陣は昨シーズンオフにはやや弱さが指摘されていましたが、新戦力のグラスノー投手、山本由伸投手が奮起し、さらにパクストン投手、ストーン投手と好成績を残しており、最近トミー・ジョン手術から2年ぶりに復活したエースのビューラー投手が加わり、チーム防御率とウィップがリーグ1位と、実は素晴らしい成績を残しています。今日試合前時点でドジャース投手陣の各成績はこのようになっていました。用語の説明を簡単にしておくと、 QS クオリティスタート、先発投手が6イニング以上を投げかつ3自責点以内に抑えた時に記録されるもので、先発としての評価に重要な項目。 WHIP 1投球回あたり何人の走者を出したかを表す数値で、先発投手であれば 1.00 未満なら球界を代表するエースとされ、 1.20 未満ならエース級と評価。奪三振率、1試合平均9イニング平均の奪三振数 7.5 を超えると高いと評価され、9つまり1イニングに1つは三振を取るを超えると奪三振投手と評価。 KBB 奪三振割合と四死球割合の比率で投手の制球力を示す指標の一つ、 3.5 を超えると優秀と評価。こうしてデータで見ると、山本由伸投手のウィップは球界を代表するエース 1.00 に近い数値、奪三振率も9を大幅に超える11超え、さらに KBB は優秀評価 3.5 を大幅に超える5超えと、抜群の制球力を見せていることがわかります。ナ・リーグトップのドジャース先発陣の柱として存在感を見せていることがわかります。さて今日の試合では、山本由伸投手が通算10試合目2登板ぶり白星となる5勝目をかけて先発、そして大谷翔平選手は3試合ぶり14号ホームランなるか。なお大谷翔平選手の成績については次の動画で紹介します。この動画では山本由伸投手の今日の投球内容、最新の成績を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の試合、山本由伸投手とバッテリーを組んだのはメジャー初勝利2勝目3勝目とバッテリーを組んだオースティン・バーンズ捕手と比べて相性が心配されている正捕手のウィル・スミス捕手。今日の投球内容に入る前に、ウィル・スミス捕手とオースティン・バーンズ捕手の違い、ウィル・スミス捕手と組むメリットについて簡単に紹介しておきます。29歳のウィル・スミス捕手は2023年 WBC ではアメリカ代表で出場、通算打率2割6分7厘 OPS 0.845、 一番の売りが打てる捕手で、今季素晴らしい打撃成績を残していますが、やや弱点で盗塁阻止率、フレーミングでも優秀という評価はされていません。一方
34歳のオースティン・バーンズ捕手は WBC のメキシコ代表、通算打率は2割1分クリーン、 OPS0.665 と打撃成績ではスミス捕手より見劣りします。また肩もそれほど強くはありませんが、大エースクレイトン・カーショー投手とのコンビで知られるリード、守備の良い捕手が売りです。選手としての特徴が異なるこの2人の捕手ですが、投球の組み立てもかなり異なっているのです。前回の山本由伸投手登板前時点のデータですが、スミス捕手は301球中フォーシーム 36.2%、 スプリッター 29.6%、 カーブ 26.6%、 バーンズ捕手は177球中フォーシーム 41.8%、 カーブ 30.5%、スプリッター 23.7% となっており、山本由伸投手のフォーシームは平均 153.5キロ、 スプリッターは144キロ前後、カーブは125キロ前後なので、バーンズ捕手の方が緩急をつけていることがわかります。またスミス捕手は強気なリードも特徴で、スミス捕手と組んだ時に山本由伸投手は3球三振を7つも記録しています。一方のバーンズ捕手は1つあるだけです。サンプルはまだまだ少ないですが、今日までの戦績を見てみると、このようにバッテリー成績ではスミス捕手6試合18失点自責点17、1勝1敗、バーンズ捕手3試合0失点3勝0敗と、バーンズ捕手とバッテリーを組んだ日はここまで3連勝 &3 試合連続で無失点、スミスはダメ、バーンズにしろと言いたくなる気持ちは正直とてもわかりますが、チーム全体のことを考えると打撃成績はこのようになっており、スミス捕手ほどの打力を持つ捕手を山本由伸投手が投げるたびにスタメンから外すと、チーム全体の攻撃力が下がってしまうのは明らかです。もちろん DH は大谷翔平選手の枠なので、スミス捕手を入れることはできません。仮にシーズン中は山本由伸投手とバーンズ捕手のバッテリーがうまくはまったとしても、一戦必勝のポストシーズンで組むことになるのは間違いなくスミス捕手になるでしょう。ここまでの戦績だけを見るとバーンズ捕手と組むのが理想ですが、長い目で見たときに一人でも多くの捕手と組める投手の方が強いですし、さらに言えば山本由伸投手もスミス捕手もこの先10年はドジャースにいるでしょう。スミス捕手は今年3月に10年総額1億4000万ドル212億円で契約延長しています。となるとドジャースの正捕手のスミスとも組めた方が絶対に良いと言えます。さて、前置きが長くなってしまいましたが、山本由伸投手の今日の投球内容について紹介します。初回ヒットを打たれるものの、アウト3つを三振で奪う上々の立ち上がりを見せます。3回に先制点を与え、その後西に3塁のピンチを招くも無失点で切り抜けると、その裏ドジャースは3発の大爆発で一挙6得点リードを5点に広げます。そして4回5回6回とリズムよく投球を続けて無失点、そして7回、連打を浴び1点を失ったところで100球を超え、ここで降板となりました。今日は今まであまり使ってこなかったスライダーを使うなど、スミス捕手の配球が少し変わったように思います。結果として6回3分の1 109、被安打7、8奪三振、1フォアボール、2失点と5個目となる QS 達成で5勝目となりました。圧巻の投球とまではいきませんが、しっかりと先発としての責任は果たし、見ていて気持ちが良いピッチングをしてくれました。ドジャースは今日の試合に勝利し3連勝、今季33勝17敗としな、リーグ西地区の順位はメジャー全地区で2位とのゲーム差が最も広い 7.5 とし、今季まだ 30% の試合しか終わっていない段階ですが、早くも地区独走。毎年出だしが悪いドジャースながら、今季はチーム成績で投打でリーグトップと穴がなく、4月成績は過去と比較し良い成績を残し、5月は現時点で14勝4敗と勝ちまくり、今季勝率はすでに昨シーズン通算より高い状態です。ドジャースはこれから夏に向けてさらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。そして山本由伸投手の最新成績はこのようになり、各データのリーグ順位はこのようになっています。日本球界の最高傑作と評価され、日本では敵なしの状態で満を持してMLB 投手史上最高額の12年3億2500万ドルの契約という鳴り物入りで入団で、それ相応の活躍が求められることは間違いありません。この価値に見合う1年目の成績はどれほどのものを求められるのかですが、登板数30試合前後、12から13勝が最低ライン、
とする米記者の声が多いようです。異国の地での生活や NPB とは異なる環境に適応した上で162試合の長丁場、さらにポストシーズンを戦っていく体力をどう養うか、山本由伸投手もプレッシャーがすごい中大変だと思いますが、山本由伸投手なら期待に応えることができるはずです。まだ先は長いメジャー生活、日本の時のような無双する山本由伸投手の活躍が楽しみです。さて、明日はダイヤモンドバックスとの3連戦の第2戦、試合開始は今日と同じ11時10分からです。一緒に応援しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。